大変よ。モアナが高熱を出したの。え？様子を見てたけど、全然熱が下がらないの。上言で、お母さんのお薬飲みたくないって繰り返していて。モアナ。お母さんのお薬、前にも言ってたわね。多分、風邪をひくたびに母親が飲ませてくれた薬があるんだろう。何か特別な薬なのかも。残っているとしたら、ハリア村のあの子の家ですよね。ええ。クーマに効くかどうかわからないけど、取りに行ってみるわ。ダメよ。まだあんたは手配されてる。清涼に渡すわけにはいかないわ。止めても無駄よ。ハリア村へは私が行きます。メリサは、モアナのそばにいてあげてください。エレノア！今のメディサと戦ったら、あなたもただじゃ済みませんよ。私もメディサに加勢しますし。とっとと薬を探しに行った方が話が早そうだな。そのようね。ありがとうございます。エレノア。なぜそこまでモアナのために？私は母を亡くした後、教会に引き取られて育ちました。修道女になって母を弔う人生を送るつもりだった。でも降臨の日に霊能力が目覚めた。この力があれば悲しい世界を変えられる。私はそう信じました。けれど大魔師になってもやっぱり私は無力で、世界を変えるどころかその本当の姿すら知らなかった。そのせいでマヒナさんを追い込んで、モアナから母親を奪ってしまったんです。だからせめてモアナのためにできることをしたいんです。あの子が少しでも救われるように。薬をお願い。はい、急いで行ってきます。今のって。ライフセット、どうかしたのか？うん。よくわからないけど、今、嫌な感じがしたんだ。何か黒いものが胸に入ってきたっていうか。ねえ、六郎、エレノアはいつもと変わってないよね。まあ、いつも通り前向きだ。言っていることは、な。聖堂で懺悔したら、聖主が罪を許してくれるのよね。ここで話せば、私の言葉はカノヌシに届くのかな。そういう仕掛けはないと思う。聖堂は地脈点にあるわけじゃないし。やっぱりそうよね。何か伝えたいことがあるの？口のお礼、言いたかったのよ。それに、これから私がすることの。ベルベットが言いたいことは、
ラフィーには伝わってたと思うよ。なんでそう思うの？だって僕には伝わったから。フィー、精霊は人の祈りを受けて加護をもたらす存在だ。お前がここで祈ることはカノヌシには届かなくてもライフィセットの力になるはずだ。じゃあ一つだけお祈りするわ。どうか。Thank you.
今日も天然のペンギョンは見かけなかった。養殖場のペンギョンの様子はどうだ？なんだか元気がないんだよな。餌変えてもあんまり食べないし、寒冷化の影響で海の水温は下がってるし、その影響があるのかもな。それはあるかもしれない。最近取れる魚が変わってきてるしな。この前なんか北の深海にしかいないはずの女王イカが網にかかったぞ。女王イカ。このままだとイズルトの漁業自体が危うくなる。何かしら手を打たないといけないな。ああ、ペンギョンの養殖も含めて漁師みんなで一度会合を開いた方がいい。ところで女王イカにはビシッとやられたか？もちろんだよ。あの細くて長いムチみたいな手でビターンってやられて気持ちよかったんだ。くそー、いいなー。俺も明日は漁に出て女王イカあげたいな。よくわからないけど楽しそうでいいな。よう、先に進む気ならやめた方がいいぜ。なぜ？この先のハリア村にヤバいゴーマが住み着いたんだ。棍棒を持ったでっかいトロルでな、いくつもの村がこいつに滅ぼされてる。棍棒を持った巨大なトロル、ひょっとしてそいつは大きな宝玉を身につけていませんか？ああ、あちこちのお宝を狙って襲撃を繰り返してきた強欲なやつだ。そいつは、そのゴーマは。サイカの剣士のお出ましよ。さあ、行きましょう。了解です。みんな頑張りましょう。しか無理か？壊しませんよ、壁は。エレノア、顔が真っ青だよ。何かあった？え、いえ、何でもありません。そう。エレノア、パートナーならライフセットが本気で心配してるってわかるだろう。俺たちには内緒でも構わんが、こいつには正直に話してやれよ。六郎の言う通りですね。ごめんなさい、ライフセット。うん、僕こそ力になれるかわからないけど、聞いてくれるだけで十分です。さっきの話に出たゴーマは私の村を襲ったやつかもしれないんです。それってエレノアの胸の傷をつけた？はい、
村を襲ったのは大型のトロルの群れでした。そして奴らの目的は村の聖堂に祀られた宝玉エレノアだった。お前と同じ名前だな。エレノアは光という意味なんです。暗闇でも輝きを放つエレノアは村に加護をもたらす宝として代々大切にされていました。村がゴーマに襲われた時、母と私は宝玉を守って逃げたけど、追いつかれて私は傷を負い、母は私を助けるために宝玉を使って囮になって死んだんです。なるほど。噂のゴーマが持っているのがエレノアなら村を襲った犯人、そしてエレノアのお母さんの仇。そうなります。仇討ちなら付き合うぞ。手強い相手らしいしな。勝手に決めるとベルベットに怒られるが。付き合ってもいいわよ。復讐したい気持ちはよくわかるし。私はそんなことのためにタイマシになったんじゃありません。そんなこと、家族の復讐がそんなことだって言うの？私の母は最後に強く生きてと言い残しました。私はその言葉通り強くありたい。今はモアナの薬を探すのが先決、それだけです。別に無理強いはしないわ。その代わり仇を私が食らっても文句言わないでよ。強くなきゃいけないんです、モアナやお母さんのために。うぐっ、また嫌な感じがしたのか。結構見つけたよね。おかげで僕の疲労はピークでふよ。ごめんね、ビエンフ。けど疲労と回復を繰り返したおかげでやけに筋肉がついてきたでふ。うわ、パッと見わからないけど触るとすっごいムキムキ。今の僕ならアイゼンや六郎程度なら一撃で沈められる気がするでふよ。すごいねビエンフ。レアボードの件ではあなたに負担をかけてしまってすみません。けどおかげでみんな助かっていますよ。おお、エレノア様、もったいないお言葉でふ。やっぱりマギルー姉さんとは大違いでふね。疲労は大丈夫ですか？それがぬう、ほぼほぼ限界なんでふ。この疲れはエレノア様にマッサージされない限り回復しそうもないでふ。マッサージですね。お安いご用です。まさかこんなラッキーが訪れるとは。レアボードに大感謝です。壺を押すのは得意なんです。槍の石突きでゴリゴリっとすれば疲労なんて一発で取れますよ。ですから少々痛いのは我慢してくださいね。やっぱり結構です。本当にゴリゴリでふ。楽になるけど痛。Thank you.